さあ、シュペさん、はい、見事日本勝利しましたね。ありがとうございます。4対0快勝でしたね。見てください、このトヨタスタジアム、もうサッカー専用グラウンドだからすごい近いですよね。ね、あのシュペさん、あのトヨタのあの文字のところにね、はい、白い服着て行きたいですよね、なんか。そうですね、うん、あのトヨタの O のところにね、シュウペイポーズで入りたいですよね、うん、真ん中になんかいるぞって言って、こっち側から撮ってほしいですね。ねシュウペイさん、はい、日本もすごい印象になったんだけどさ、はい、ロッテがボロ負けしてんですよ、やれば。ロッテですか。しかも巨人に。仕方ないですよ。仕方ないとか言うなよ。マネージャーの大関さんが巨人ファンですからね。そうなんですよ、はい、でなんか巨人戦始まってから大関さんと会ってないんだよ、うん、気まずいね。喧嘩しそう。なるほどね。ちょっと巨人勝っちゃってるから関係性悪くなりそうだな。あらまあ、だからちょっと大関さん勝たしてくださいよ、ロッテに。待ってます。しっかり応援してください。じゃあというわけでぺこぱチャンネルでした。ありがとうございました。